水さん、トウヤくん、こんにちは。今日はよろしくね。始まりました。表裏聞かせてチャンネル。MC の大川トウイ、そしてはい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで、まあ今回ですよ。このチャンネルのコア視聴者層っていう、だいたい25歳ぐらいから30代、まあ中盤ぐらいの男性が結構見てくださってるんですけど、この年齢層にもドンピシャでハマるっていう役も担当なさってる方にゲストに来ていただいてるので、皆さんね、喜んでいただけるんじゃないかなと思っております。はい、ではお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。水さん、トウヤくん、こんにちは。今日はよろしくね。はい、ということで木村明子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初顔を合わせてちょっと打ち合わせ、軽く打ち合わせみたいなことで喋った時とはちょっともう本当に色が変わるというか、うん、男の子みたいな感じになるっていう、やっぱりすごさ感じました。はい、ちょっとボリュームが出ちゃうんでこうやって普通に喋ってる時はさ、そんな男の子男の子してないよね。そうですね。ねえ、もうそのまさにその壊し聴者層にドンピシャなね、ロックマンエグゼとか、はい、イナズマイレブンとかをね、はい、されているけれども。そうなんですよ、はい、ロックマンエグゼのロックをね担当なさっているんですよ、ね、もうこれもう僕らの年代の男男子からするとワクワクでしょ、絶対ここ通ってるっていうゲームアニメなんですよ。ちょっと聞きたいんだけどさ私そういうさ、なんかこうなんだろう、いわゆるスッとした男の子をあんまりやれてなくて、こういうスッとした男の子をやるときはなんかこう気にしてることってあるの？逆に、うん、その水さんがやられるようなやんちゃな感じとかやりにくくって、真面目なキャラを振られることが多くって、男の子でも。なのであんまり意識はしてないんですけども、やるともとこう明子さんの中にこうスッとした男の子がいるんだねきっとねでも多分声質とかもあると思うんですけど。最初から男の子多かった？いや、最初はやっぱり女の子から入って、できっかけはどれだったの？デビューして2年くらいの時にトランスフォーマーカーロボットっていう、車が変身してロボットになるっていうアニメがあって、それで男の子をやったのが最初で、でそこから、いただくようになって、その演出というかアフレコのディレクターをされてたのが三谷裕二さんだったんですけど、いただくきっかけになったというか、三谷さんとお仕事をさせていただいたのが、あのリカちゃん人形ってあるじゃないですか。おうおうおう、あれのミュージカルがあって、で演出がもしや三ツ矢さんだったとか、そういうこと？そうそうです、そうです。で、私はあのリカちゃんのお友達で、うん、キラちゃんっていう女の子で、うん、それはどうしてオーディションかなんかで受かったの？お話をいただいて事務所の方に、うん、でそれでちょっと面接というか行かせていただいて、でそれで受かったっていう感じで、でも結果そこから男の子のね、かっこいい男の子っていうか、はい、その主役の男の子がトントンってくるわけだから、さすが三ツ矢さんの見る目は。きっかけを、はい、いや僕からもちょっと聞きたいんですけど、男の子役を結構こうねたくさんなさってて、で、はい、これって決まるのはオーディションっていうことが多いんですか？どうなんですか？ほぼほぼオーディションですね。ロックマンもそうですし、はい、イナズマイレブンもそうですし、これ決まった時の、うん、なんで決まったか、なんでこの役をその役を取れたかっていうの要因ってこう心当たりあったりします？いやー要因、でもロックマンの時は、私その当時ロックマン、はい、ロックマンエグゼっていう作品をちゃんと知らなくって、キャラ設定とかいただくじゃないですか事前に、それですごく真面目で優等生なタイプみたいなことが書いてあって、で、あー真面目だったらいけるかもちょっともうあんまりその男の子自体をそんなにやってなかったので、あんまりこう作るっていうよりは素で勝負というか、もうその時のできるだけできることをやろうと思って、やるしかないと思って受けたのが大丈夫だと、結果的に良かったのかなと思うんです。その前はしばらくお仕事、レギュラーのお仕事があんまりなくて、で久しぶりのそのレギュラーのオーディションでっていうのもあって、なので決まった時はすごい嬉しくって、ちっちゃい子がすごく見ててくださったりとか、ゲームやってますとかって言ってくださることが多かったので、それがすごく嬉しくって、思い入れの深い役ですね、うん
お子さんも結構大きいよね。今、8歳ですね。でもあれよね、だから子育てとかをしながらこう仕事もっていうのの両立って大変じゃないかなってね。どう、あきこさんと両立できるかなっていうところもあったんですけど、でも実際やっぱり自分が母親になってみるとなんとかなるもんだな。なんとかなるんだよね。両立の大変なとこと、じゃあ楽しいところってどんなの教えて。やっぱり時間が自由にならないっていうのは、現場って時間決まってるじゃないですか。でなかなかそこに合わせに行ったりとかっていうのはちょっと大変だなっていうのはあって、でも毎日子供と一緒にいるのはすごい楽しいですし、お母さんになってよかったなと思いますね。それはすごく。もう一個、私じゃあさ、結局、はい、一番最初からケッケにいた人だっけ？違うよね。一番最初からです。あ、そうなんだ。最初から。デビューはどうしてこれなの？ケッケの養成所に通ってたんですけど、2期生なんです、私。もう20年以上。じゃあできてからずっと、ケッケができてずっとってことだ。はい、だから、もう最初の養成所のオーディションの時から、難波さんに面接してもらって。うわ、ちょっと言いにくいと思うけど、難波さんの印象聞いちゃうから。アニメとか好きでよく見てたんですけど、まあ、昔から、オーディション受けるときに、タッチのかっちゃんの人だって思って。そりゃそうだよね。思ってたよね。柔らかい、はい、優しいキャラクターなんで、もうそういう人なのかなって勝手に思い込んで。超ストイックだもんね。自分にも厳しいけど、結構他人にも厳しいとかあるよね。当時オーディションっていうか面接受けに行って、なんで声優になりたいのみたいな風に聞かれて、中学生の時からすごく声優になるのが夢でっていう話をしたら、夢って言ってるうちはなれないよって言われて、あっぽいなでもと思って、なんかすごい自分の中でかっちゃんがって なかなかそういう風に言ってくださる方っていない、うん、いらっしゃらないじゃないですか。だから、もし受かったら通おうと思って、レッスンの時とかもすごい怖かったですね。私はレッスン受けてないけど怖いんでしょ、トイ君。あの僕は雰囲気がこうまとってるオーラがなんかピリッてするでしょ。空気がピリッてするって言ってたよ。まあだから本当にストイックね、芸に対するストイックさっていうかね。そうですね、うん、今はみんなのお父さんみたいな感じなんですけど、昔はすごい怖かったっていう。そうか、20年間見てるからね。なるほど。そんな木村さんもですね、今ケッケで教えてたりとか、はい、もう教えるっていう立場にもね、なってらっしゃるじゃないですか。勝手ながらそのプロフィール拝見すると、教員免許持ってらっしゃったりとか、はいはい、その教えるってことが好きなんですか？いや、教員免許は持ってるんですけど、教員をもともと目指してたっていうわけではなくって、そうですね、なんかこういうと、なんか潰し聞くかって、教員免許持ってるとなんか声優なれなかった時に潰し聞くかって思ったんでしょう。幼稚園の免許を持ってるんです。幼稚園の先生の、幼稚園の先生ってピアノ弾いて歌を歌ったりとか絵本を読んだりとか、声優に通じるところがあるかなって思ってたところが、逆にそうなんだ、声優に通じると思ってちょっと幼稚園の教員免許を、すみません失礼しました。本当ですよ、なんか私が悪かった、私が悪かったみたいな、そう扱いして、そうすみません本当に悪かった。でも先生は本当に大変だなって思いました。子供とこう接してる時は全然楽しいとかっていう方が大きいんですけど、次の日の準備だったりとか指導要領みたいな、毎日書かなきゃいけないものがあって、明日はこういうことをしますみたいな計画表みたいなのを毎日書くんですけど、それをための準備だったりとか、そういう見えない部分の苦労みたいなのがすごいたくさんあって、お子さんを預かってるわけじゃないですか。何かないようにしないとっていう、もちろんそうだよね、あったらいけないっていう、命を預かってるわけだもんね。そうなんですよね、だからそういう部分ですごく気を使ったりとかっていうのは大変だなと思って、すごくこう人間的に、人間として先生っていうお仕事ってすごいなって。でもほら今じゃあさ、ね、教え講師の仕事をしてて、 それはどう？自分自身ではあんまり向いてないと思っていて、特別授業とかそういう年に1回とかそういうのでお話しさせていただいたりっていうことはあったんですけども、何をこう伝えればいいのかとか、どういう風に伝えたらいいのかっていう部分で、すごく私ってあんまりこう向いてないんだなって思ってた部分があったので、なので実際こう、
講師っていう立場になった時にすっごい勉強することがいっぱいあって。何を勉強したの、ちょっと聞かせてなんか講師にはなったけども、うん、自分が教えられてるっていう、これを毎日基礎として練習しようとかしましょうとかしなきゃダメだよって言ってても自分ができてないとかさっきからみたいなね、なんか自分もこう完璧にできていないのにすごくこう全部自分に返ってくるっていう。やっぱ真面目確かにそうですね。でも本当にあのそんな木村さんにですね、うん、最近僕たちあの、はい、今声優を目指してるって方にも何か言えることないかなと思ってそういう質問を受けて答えるっていう生配信をやってたりするんですよ、うん、なんでそこで来た質問に、はい、あの木村さんならどう答えるんだろうっていうことでちょっと聞いてみたいことが、はい、もうすぐオーディションがあるんですって、はい、そのオーディションで自己 PR をするときに何を見せたらいいですか、覚えてもらえますかっていう質問結構来るんですよ。木村さんだったらどう答えるの。知りたい知りたい。私自己 PR が一番苦手で一番最初にその受かったオーディションっていうのがレジェンドオブバサラっていう田村由美先生が書かれてる漫画なんですけども、スタジオに入ったら、いつもマイクが画面に向かってるじゃないですか。で後ろにこの音響のスタッフさんとかディレクターさんとか、うん、いるよね。その時のオーディションはそっちを向いてやるやだカメラも回ってたんですでそこでセリフとあと歌もあって、であと自己 PR で特技があったらやってくださいみたいな感じだったんですね。もう自己 PR と特技がもうどうしようと思って大学の時に合気道をやってたので動くしかないかと思って、はいはいはい、合気道を特技の時にやろうって思って、はい、すごい時間が押してたらしく、はい、特技はいいですって言われてなんで結局セリフと歌をやって帰ったみたいな感じ、はい、じゃあもうスタートから特技なしで通っちゃったかな、なんですね。なので、はい、自己PR ってじゃあ続きこのまま聞いていいですか。ちなみに今水さんが多分回線の都合で落ちましたあ、そうなんですね落ちたんですけど、あの聞かせてください。今カメラ回ってますね大丈夫ですか仮にですよ、ご自身が教えてらっしゃる本当の生徒さんから聞かれたとして、なんて言葉をかけてあげますあんまりこう飾らない方がいいなと思って作りすぎちゃうと、それが人によってこう良し悪しってあるじゃないですかなので、まあ、特技があれば全然それやるのがいいと思うんですけど、無理にこう頑張ると逆効果にもなりかねないかなって思って、はい、とにかく自然体で、はい、何がこうきっかけになるか分かんないじゃないですか、うん、こういうのって歌がすごい上手ですとかダンスが上手ですとかもそうですし、はい、あ、趣味っていうか漢字検定持ってますとか何がきっかけでパッて、うん、引っかかるかわからないので、いろいろこうやれることがいっぱいあるといいなと思います。まあでもそのなんか見せなきゃいけないってみんな考えてる中で、特に今目指してる方がたくさんいる中で、うん、木村さんみたいに、はい、あのありのままでいいんだよっていうようなことをおっしゃってくれる人とかそれを字で言ってる木村さんという存在自体がこの勇気を与えてくれるんじゃないかって僕思っちゃいますけどね、やっぱりありがとうございます。水さんが戻ってこないんでねそうですねちょっと水さんにちょっと連絡を取ってみます。はい、はい、本来であれば僕もそのいわゆる生徒という立場で、はい、機会があったはずなんですけど、はい、はい、ゆうさんすいません、ごめんなさい、あ、ゆうさん、もう話終わりましたんでここからのエンディングです、はい、じゃあ水さん、戻ってきたところでそろそろ終わりの時間かなと思います。なんで寂しいよ、寂しいけど、もうねすごいいい話聞けたんですよ今オーディションについての。いやオーディションだ、いやいやいやいいもん、あのオンエアで楽しみにするもん。そうですね、はい、というわけでもたくさんお話伺いまして、はい、こういった形で収録だったんですがいかがでした。水さんが止まって落ちるっていう事件もありましたけども、そうなんですよね、あんまりズームでってやったことがなくって、なんかドキドキしてたんですけど、なんだろう、こういう途中で落ちるとかこれがそうだよねって思ったの。でも楽しかったです。ありがとうございます。というわけでさっきのトラブルも込みでどんな動画になるかっていうのはまだ楽しみにお待ちいただければと思います。楽しみにしております、はい、というわけで改めまして本日のゲスト木村明子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さーっとこの動画面白いと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
願いします。はい、コメントもどしどしよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。